それではこれよりなめよん発売記念緊急記者会見を開始させていただきます。それではご質問のある方どうぞ挙手をお願いいたします。はい、ではそちらの方どうぞ。はい、ナンパラ編集スタッフの鈴木です。はい、まずは書籍化おめでとうございます。ありがとうございます。原作者のダンボールなめこさんからこのなめよんの見どころをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。なめよんの見どころ、そうですね、こちらのなめよんなんですけれども、やっぱりなんといっても紙になったことで、今までのウェブページだと1話ずつでしか見られなかったなめよんが見開きでドンドンと流れるように読めるっていうところ、やっぱり紙本になったことならではの魅力ですよね。で、あとはこれ見ていただくと分かるんですけれども、各ページに私の元ネタ解説だったり、この時こんなことがあったみたいなコメントを書かせていただいているので、その辺もお楽しみいただければいいなというふうに思ってます。書籍化ならではのこだわりポイントを挙げさせていただきます。なんといってもやっぱりこの表紙ですね。なめよんはですね、特別に蛍光ピンクっていう特色を入れておりまして、こんな感じでかなり派手な表紙になってます。しかもですね、これちょっと光らせるとわかるんですが、このなめよんっていうタイトルの部分と、あとこのなめこの線画の部分ですね、こちらにはあの UV 印刷といって透明のツルツルした印刷を処理をすることによって、風合いが普通の本ともちょっと変わった感じになってます。エンターブレインのデザイナーの方ですとか制作部の方にご協力いただいて、こんな素敵な本に仕上げていただくことができました。はい、はい、では続いてご質問ある方どうぞ。はい、はい、そちらの方どうぞ。ナンパラ編集部の鈴木です、はい、これまでも多くの方から書籍化希望の声が上がっていましたが、はい、今このタイミングでの書籍化となった理由は何ですか。実はあの連載開始当初からなめこの4コマ書籍化っていうお話自体をたくさんいただいてはいたんですけれども、なめパラ自体まだスタートして間もない頃だったので、なめパラで見てほしかったんですね。あとはまあ、ウェブ上で無料で全部公開しているものですので、わざわざお金を払って読んでいただくのをちょっと忍びないなみたいなところもありまして、ずっと実は書籍化のお話をお断りをしてました。ただですね、なめこ市場で私あのお店番をさせていただいているんですが、まあ、そういったところで皆様からお話を伺うと、もうなめこの4コマぜひ本にしてほしいってお声を非常にたくさんいただいておりまして、でだんだんその声が多くなっていったんですね。でちょっと考えた時に、私の方で書籍化を止めるよりは本にして皆様に楽しんでいただいた方が、あのより喜んでいただけるんじゃないかなと思うようになりまして、今年に入ってからですね、ちょっとずつ準備を進めていって、10月9日にようやく本になったというのが裏話的なところになりますね。ではご質問他の方どうぞ。はい、はい、そちらのネズミ色の服お召しの方。はい、ナメパラ編集部の鈴木です。はい、毎週更新されているナメコデラックスですが、はい、どういった感じで毎週作られているんでしょうか。ナメを見ていただくと、ここに原作ダンボールナメコ、作画河合慎吾とクレジットされている通り、基本的には私がネタを考えてます。で、どういうものかというと、こちらナメコ4コマというこのノートにネームというものを書いてます。こんなお話でこういう小回りでみたいなのを書いたラフみたいなで、作画の河合の方に渡して、河合がサラサラって絵を描いて出来上がりっていうのが基本的な流れです。ただ毎週水曜日に更新しているんですが、水曜から木曜になりかけの時、まあ、11時とかになってもネタが出ない時もやっぱりありまして、まあ、そういう時はあのスタッフのみんなにですね、今日4コマだけどなんかいいネタないみたいな感じで聞いて、意見を募ったりもしてます。なので原作ダンボールなめこと書いてはいるんですけれども、結構 B-WORKS のみんなで作っているようなのが、なめこの4コマになります。あと1つか2つではご質問を伺いましょう。他にございますでしょうか。はい、はい、ではそちらカメラお持ちの方どうぞ。はい、ナメパラ編集部の鈴木です。はい、こちらのナメ4にはナメパラで公開している160話と、はい、毎金新聞掲載文や書き下ろし合わせて約180話が収録されているとのことですが、はい、その中でもダンボールナメコさんのお気に入りのお話はあったりしますか。私のおすすめお気に入り、この本ならではっていうところでいくと、
未公開ネタから1個上げさせていただくと、特別に見せちゃおう、このなめこの CD2 という作品ですね。なめこさん CD5000 枚買ったって本当ですかみたいなネタなんですけれども、ペロペロって、まあ、ちょっとそのタイミングで上げるのちょっとやめとこうって言った2時間後に都知事が辞任するっていうすごい曰くつき の, 作あのネタになってます。あとは去年の節分のネタでノーサイドっていうネタがあるんですけれども、これは本当にタイトルも、まああとナメコが鬼ナメコに豆を投げつけてるようなネタなんですが、その内容とか演出とか一言コメントとかも含めてすごく個人的にはしっくりいっている、かなりいい出来の作品だと思ってます。自画自賛ですが、はい、では最後のどなたかいらっしゃいますか。はいはいはい、最後ではそちらの元気な方、はい、ナメパラ編集部の鈴木です。はい、最後にこの動画をご覧になられているナメコファンの皆様に一言お願いします。一言、はい、はい、ナメコタイムデラックス4コマ集ナメ4、皆様の声に押されましてようやく10月9日に発売となりました。ちょっとお話ししていなかったんですが、これ本文全部4色刷りカラー刷りになっています。でカラーって結構お金がかかるので、本1冊1000円ちょっと高いなと思われる方もいらっしゃると思いませんが、実はすごいお買い得の本になってますので、ぜひ皆さんナメ4、ナメコタイムデラックス毎週お楽しみいただいている方には一家に1冊、1人1冊、お買い上げいただけたら嬉しいです。皆さんぜひこの本を読んで楽しんでください。それではナメ4発売記念、緊急記者会見これにて終了させていただきます。皆様どうもありがとうございました。